はい、どうも、あちらです。皆さん、ちょっとお久しぶりでございます。ここ最近は、自分は種まきをせっせと頑張っておりまして、割と地味な作業をずっとしていたんですけれども、この辺の種まきの今まいているものとかの紹介は、次の動画であげたいなと思っています。これはウィンゾリーですね。この辺はまあ、今年もギガスを200粒ぐらいまいて、9割ぐらい発芽してくれてるのかな。であとはパキポディウムとかも結構今年は希少価値の高いものの種を手に入れることができたので、まあ、うまくいかなかったものもあるんですけれども、その辺の様子もご紹介したいなと思っています。今見てもらってるのはウィンゾリーの、まあ、未消化部ですねになるんですけれども、だいぶどれもこれも起きてきていて、しかし今年の春は本当に天気が悪くて、なかなかこう外でね日光浴させたいなと思ってもうまくいかないんですけれども、でもウィンゾリーなんかは週に 1,2 回ぐらいもうシャワーガンガン当てて起こすように今してます。でこれぐらいのサイズだともしかしたら今年花を見ることができるかもしれないんですが、果たしてどうなることやら。この株なんかめちゃくちゃお気に入りですね。全体的に葉も揃ってきていて結構綺麗に起きてきてくれてるんじゃないかなと思います。去年は初めて全部落葉させて、冬越し させたんですけれども、なかなかうまくいってるかなと思います。今見てもらってるのはグラキリスの現地株、最近手に入れた株なんですが、まだ微発根なので安心はできないんですけれども、まあ芽吹きも起きてきてるので問題はないかなと思います。とりあえずまあこの辺に置いといて様子を見ている、そんな感じです。で、この間3月にあった五反田 BB、無事に終えることができました。非常にテンパりました。来ていただいた方、買っていただいた方、本当にありがとうございます。僕の株を買ってくれた YouTuber の方だったりとか、僕のお店に遊びに来てくれた YouTuber の方が、何人か動画にしてくれてるので概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひ見てみてください。イベントの感想なんですけれども、非常に思いのほか人が来ていただいて、疲れました、とても。ただまあ持っていった株のほとんどが人の手に、渡ってくれて非常になんか嬉しかったですね。はい。でまあギガスは今ここにある30株ぐらい割といいものがまだあるので、これは6月の9日だっけな、ちょっとまた分かり次第、お知らせしたいなと思うんですけれども、その時のイベントに持っていきたいなと思っていますので、ぜひまた遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。ちょっと最近結構 DM とかで今年はオンラインで出さないんですかなんて言われるんですけれども、今年は現場主義で行こうかなと思っていて、もしかしたらねシーズンが終わってから出すかもしれないんですけれども、基本的には現場で売っていきたいなと思っているので、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。はい。この辺のちっちゃかった株たちもだいぶ起きてきているんですが、ここのところあったかくなってきてハダニの数が増えております。なのでギガスなんかは週に 1,2 回ぐらいしっかりシャワーを当てて、頑張って肌にと戦っている、そんな日々でございます。で冬型の植物たち、手前にあるのがムルチで、奥にあるのがペニクリナムなんですけれども、だいぶもうシーズンも終わってきてる感じもしますね。今年はどちらもすごい種が取れて、今かなりの数の実生を作れています。ムルチの方がねちょっと若干種が取れ出すのが遅かったので、まあそれでも50株ぐらい作ることができました。ペニクリナムの方は100株以上作れてるかなと思います。はい、こんな感じですね。でペニクリナムは何だろう、去年はねほとんど取れなくて5粒ぐらいしか種が取れなかったんですが、今年は去年の秋口ぐらいから花が咲き出してずっと種を取らせてくれたので、非常に今年は頑張ってくれましたね。でこの辺は蒔いたペニクリナムの株なんですけれども、今未生3ヶ月ぐらいかな、この大きいので多分3ヶ月ぐらいだと思うんですけれども、もう花も上がってきていて結構いい感じに大きくなってきてくれています。
この辺は多分秋口ぐらいに販売しようかなと思っています。で、今手前にあるこの2株はハイブリッドで、ムルチの方がメスかな、ムルチとペニクリナムのハイブリッドになります。まあやっぱりこうやって見ると、まあ、ムルチっぽいというか縦にこうビュッと伸びるような感じになってますね。ペニクリナムと比べるともう明らかに違う感じがするので、まあまあこれはこれで面白いなと思います。で、あとはこれはピグマイアの実生ですね。1年間通してずっと花を咲かしてくれてたんですが、ここのところストップしました。一回まあ休憩って感じですかね。まあまた多分環境に順応しだしたら花がつくかなと思ってます。ピグマイアの実生もかなりの数あって、今ちょっとスペースの問題で悩んでます。で、この間の五反田 BB で種はほとんど売れて、その残りをまあいくらか撒いときました。はい、これぐらいのなんかちっちゃいのめちゃくちゃ可愛いですよね。僕結構これぐらいの感じがピグマイは好きです。まあこれぐらいのっていうか、まだ双葉の段階なんですけれども。あとはミラビレも、いやミラビレも今年はすごい種が取れたかな。これ以前紹介したもうなんかモンスター化してたミラビレの葉っぱを一回全部落としたんですね。で、また新たに葉っぱが出てきてるんですが、だいぶ仕上がってるんではないでしょうか。これも3ヶ月ぐらいですね。はい、こんな感じでだいぶいい感じに仕上がっております。ただ去年はね、夏ぐらいに放置とまでは言わないんですけれども、少し雑になった段階で半分ぐらい枯れてしまったので、今年はめちゃくちゃ丁寧にやろうかなと思います。この辺もミラビレの実生ですね。ミラビレの種はね、あと多分100粒ぐらいまだあるんですが、これを来週ぐらいに巻きたいなと思ってます。種の形状はこんな感じですね。冷蔵庫の中で低温湿潤管理という方法で発芽させます。ミラビレも花はだいぶ終わってきてる感じがしますね。もう少ししたら窓際の方でもう管理しちゃおうかなと思ってます。うちの冬型は基本的には外で管理しないので、窓際に今度は移動してもらいたいなと思います。あとはパキポディウム、まあグラキリスとウィンゾリぐらいしかうちはないんですが、あとは電子カウレとかか、はい、だいぶ起きてきてます。この辺は未生 1,2 年生ぐらいのグラキリス、これもだいぶ起きてきてますね。最近はなんか分頭のもちょっと流行ってんのかな。とはいえ僕は丸いのを作りたいんですが、なかなかこの脇芽をねカットしながら細かく作るっていうのは苦手で、これは脇芽カットしてないんですけど、めちゃくちゃ丸く仕上がってます。これぐらいのがねいっぱい作れるといいんですが、まあ、早く大きくしようと思うとどうしても脇芽は出てきちゃう感じですよね。はい、今年は去年より、冬の間に落ちることもなくて管理の方も上手にできたかなと思っています。ちょっと僕はパキポディウムはあんまり自分では得意じゃないので、今年はまた去年の反省を生かして頑張りたいなと思います。ギラウミニアナも最近起きてきてますね。で、去年多分部屋に取り込む時に貝殻虫の多分卵がついてたのか、先週ぐらいに表面にびっちり孵化した貝殻虫がついてて絶叫しました。はい、まだちっちゃかったので消毒でほとんど殺すことができたんですけど、皆さんも注意してください。で、これは去年作ったギラウミニアナの自分のもうコレクションにしようと思って取っといてる株ですね。こんな株がいっぱいできるとすごいいい感じです。本当に現地球をこうちっちゃく、スモールライトでちっちゃくしたような株です。はい、あとはセンナだったりとか、まあ少し窓際の方でスペースの問題で LED には当ててないんですけど、ここのところで全体的に起きてきてるので、まあ今週来週ぐらいから少しずつ外に慣らしてもう外管理に移行しようかなと思っています。はい、数が多いんで1日でまあこなせるそのタスク量が決まってるんですが、なかなか本当に天気がいい日がないので、天気予報を見ながら日々作業しておりますという感じで、今の私の屋内部屋、まあ屋外はほとんどないんですけれども、
この辺も来週再来週ぐらいでガラッとまた雰囲気が変わるかと思いますので、その時の様子だったりとか、あとは次は種まきの様子をご紹介したいなと思いますので、多分皆さんも天気予報と格闘しながら、日々頑張ってるかと思いますので、一緒に頑張っていきましょう。それではまた、バイバイ。